私がこの程度のゲームでビビると思うか？私に恐怖というものを逆に教えてもらいたい。この程度の任務なら加減の鬼でも余裕にできるだろう。今兵をこいたのは誰だ？鬼狩りの剣士はどこにいる？ガチでいなくて草。今兵をこいたのは違う。私は限りなく完璧に近い生物だ。兵などこいたことがない。逆にこいてみたいものだ。なんか言ってる。私に何か用ですか？ずいぶん慌てていらっしゃるようですが。これ意外に怖えな、マジで。無惨鼻炎が丘ドスコイのスケナウ。何言ってんだ俺。ダメだこれ。無惨の声きちい。ちょっと怖くなる。無惨の声マジで怖いんで、ちょっと痛いのスケに変えます。あいつの霊気が無理。ごめんね、怖がりで。くんじゃねえババア。まさか俺の場所がわからねえのか、バカが。いいよ、気にしないで。俺のことはほっといて。何すんだババア。あいつ俺にビビって逃げていきやがった。あ、今の部屋は俺だ。やっぱり無理、ごめんね。今の確実に目あったな。俺死ぬなこれ。さあかかってこい。心の準備はもうできている。俺は男だからな。男に生まれたからな。マジか、絶対来ると思って俺もうリアクション取る準備してたからね。いいぜいいぜ、もういいって。何すんだババア。ふざけんなよ。マジか、そこに地雷置かれたら無理じゃん。もういい、行くから。やべえ、やらかした。いや、小山根も入れてねえし、やべえ。ここら辺で音がしたんだけどの。明日買ったマンゴープリンの味はメロンソーダだったからの、マーキの。さてはこいつバカだな。今、普通に心霊起きたよね、今。ちょっとリプレイ。お分かりいただけただろうか。ババアが真っ先に部屋を出た途端、誰も触れてないはずの机が元通りになっている。これはこのアプリをやっている者だけに訪れる心霊現象なのかもしれない。行くぞ。今度はこっちから仕掛ける。さあかかってこい。お前ガチビビった。